こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、質問がありまして、ブラシで黒田さんどのアルバムがいいか教えてもらえませんかということでですね、僕も考えたらブラシいろいろコピーしたなと思って、今回は全部完コピした、5曲を出させていただきました。他にもね、素晴らしい、ブラシの奏者もいるし、名演はいっぱいあると思うんですけど、僕がもう学生の時感動しても、これはもうコピーせずには折れないっていう感じで、何度も何度もね、うまくいかずに取り直して、何回も何回も完コピした、5つの曲を、5位から順番にやっていきたい。でもこれね、順位に関しては、なんとなく僕がすごく好きな好み順に並べましたけど、どれも本当に同率1位ぐらいだと思ってください。それではですね、第5位です。ダーン、ウィゲットリクエストの、エドシグペンさんですね。この酒バラのこの最初のイントロのところは結構有名なんじゃないでしょうか。こうバスドラとね、ブラシのアクセントをうまく組み合わせて、非常にこうピアノとベースとかみんなが絡み合ってる感じがすごい出てて、もう全部完コピーしましたね。ここに関しては途中でスティックに持ち帰るとことか、もうどれも痺れます。本当に素晴らしいです。エドシグペンさんは僕はね、2回ほどブラシの、個別指導を受けたことがあってですね、非常に僕的には、思いの深い人なんですけど、ヨーロッパの方に住まれていて、なんかタイミング合わせてニューヨークに来てる時にたまたま会ってレッスンしてくださいって言って、で本当に素晴らしいんですけど、この人人間的にもすごい素晴らしい人で、なんかこんな日本から来た、ドラマをこうですね、ライブに連れてってくれて、カード横に座りなさいって真横で見せてもらったりとかですね、本当にいろんな、お世話になったと思ってます。もう向こうはもう全然数ある、弟子の中の一人なんでしょうけど、僕的には本当に大師匠と思っております。なので5位にするのもあれだったんですけど、全編ブラシじゃないので、これは5位にさせていただきました。それでは第4位、はい、クリスチャン・マクブライドの Get Into It っていうアルバムのですね、この中の Too Close for Comfort っていう、ルイス・ナッシュが叩いてるんですね。すっごい音色が綺麗で、ものすごいこうシャープな感じで、めちゃくちゃかっこいいんですね。この曲もなんかこう、ちょっとね、メランコリックな感じで、ね、胸がキュンとする感じの曲なんですけど、結構ブラシで、ソロップ、これもスティックに持ち替えちゃいますけどね、こんな感じの、曲ですね。ぜひ聴いてくださいね。概要欄の方にね、みんな貼っておきますので、よかったら聴いてみてください。第3位です。はい、テスティフィンですね。もう僕は小沼洋介くんってギターの子とね、バンド組んでた時に、横島和弘くんっていう、ピアノの子がいて、彼がもうこのアルバムが大好きで、もうとにかくベースの平丸くんっていう人とですね、4人でとカルテットを組んでたんですけど、もうこのアルバムをみんなで聴きまくって、どこがいいとか、もうこの受け答えがここがかっこいいとか、ものすごい言いまくってコピーしまくったんですが、この中のシークオブアラビーって、この曲はですね、アラビアの酋長さんっていう意味なんですけど、これはビートルズの歌ってます。だから普通の歌物なんですけど、これをすごくジャズっぽくアレンジしてて、キュートみたいな感じですね。だからキュートなんかも入れてもよかったんですけど、あえて僕はこれ丸々とコピーしたので、これものすごいこうキメの中をこううまく縫うようにして、ブラシで全編ソロをこう叩いています。もう途中でねスティックに持ち替えはするとは思うんですけど、ブラシで何度もこうソロが、長いソロがありますので、それがものすごい3連符をなまらせてみたりとか、いろんな表現方法があって、ものすごいかっこいいので、ぜひ聴いてください。はい、第2位はですね、はい、マイルストーンズの言わず知れたフィリー・ジョー・ジョーンズの、マイルスのアルバムなのにマイルスが入ってない曲ですね。レッド・ガーランドのトリオでやっております。これ左足とブラシの組み合わせとかめちゃくちゃすごくて、あまりにも多彩すぎてびっくりしてですね、実際コピーするとこう最初のイントロのとことかも、もうそのまま叩いて、そのままアクセントとバスドラを踏んでいくだけでめちゃくちゃ気持ちがいいんですよ。だからこうコピーするのがすごく好きになったアルバムの一つなので、2位にさせていただきました。フィリー・ジョー・ジョーンズの、演奏しているマイルストーンズのアルバムの中のビリー・ボーイですね。これはもう本当に戻ってきた時はブラシをね、多分シャ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 ってこうブラシを画面に押し付けて、こうやってゴロゴロ転がす奏法をやっておりますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。はい、それでは第1位ですね。
はい、これはシェリーマンとビル・エヴァンスのアルバムのですね、エンパシーというアルバムの中からですね、I Believe in You という曲なんですけど、これ本当にね、初めて聞いた時びっくりしたんですね。なんでこんなにこう世界観が作れるの、ブラシだけで、ブラシのあの後ろ側のゴムの部分でこうシンバルに押さえつけたりとかですね、そういう形でものすごくこう空間表現がすごくて、僕はもう好み的にはめちゃくちゃ好きですね。でものすごくブラシの刻んだらスイングするし、もうシェリーマンって大好きなんですよね。このアルバム聴いてからもう大好きで、シェリーマンのアルバムいっぱい持ってますね。まあ有名なのはマイフェアレディの曲集をやってるアルバムとかも有名だし、そこのブラシワークもすごいんですけど、僕はあえてこのトリオの、シェリーマンの演奏してる I Believe in You という曲を、押していきたいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。皆さんのおすすめをね、ぜひコメント欄にくださいね。こういうのこう YouTube ですごいですね。こういうの交流していろんな情報がパッて入るし、そしたらリンク貼るだけでみんなで見れますしね、本当にすごい時代になったなとは思いますけれど、皆さんのおすすめもぜひ、コメント欄の方にお願いいたします。はい、というわけで本日は以上になります。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はいいねボタンを押してもらうとですね、制作の励みになります。メルマガやっておりますので、メルマガではね、細かい毎日毎日届くものと週に1回届くものがありますので、そちらの方で、いろんなこういうこう、YouTube に載せてないようなブログの内容とかそういったものもアップしてますので、よければ、このタイミングで、メルマガの無料ですので登録お願いします。詳細欄の方に、僕のブログでこう全部ペタペタ貼り付けておきますので、順位をね、先に見てしまうよりはこっちの方がいいかなと思って作らせていただきましたので、よかったらブログの方に見てください。ブログの方のコメント欄でもいいですし、YouTube のコメント欄でもいいので、いろいろ書き込んでいただけたらと思います。では本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございます。質問者の方ありがとうございました。